ない闇の中にいる。一筋の光もない闇の中で苦しみもないでいる。この苦念の闇に私を突き落とした者に呪いあれ。そこに腰を下ろしたまま、いろいろ妻を慰め出した。妻を当然と笹の落ち葉に座ったなり、じっと膝へ目をやっている。盗人は巧妙に話を進めている。一度でも肌身を汚したとなれば、夫との仲も折り合うまい。そんな夫と連れ添っているより、自分の妻になる気はないか。自分は愛しいと思えばこそ、こんな大それたまでも働いた。妻はうっとりと顔をもたげた。俺はまだあの時ほど美しい妻を見たことがない。その美しい妻は現在縛られている夫の前で、なんと盗人に返事をしたか。どこへでも連れて行ってください。妻は確かにこう言った。しかし妻の罪はそれだけではない。それだけならこの闇の中で今ほど俺は苦しみはしまい。これほど呪われた言葉が一度でも人間の口を出たことがあるのか。この言葉を聞いた時には盗人さえ色を失ったのだ。あの人を殺してください。あの人を殺してください。あの人を殺してください。あの人を